銅山八百869年4月23日は中国の東大の禅僧。送り名は悟る本大師、属性は湯。越州初期県の出身。五家七僧の一つ、僧東州の海祖。皇帝に僧山本尺がおり、宗派の名は唐山とこの僧山から一字ずつ取って、当初はホラ僧州を名乗ったというのが通説の一つだが、 諸説異論がある。幼少の頃より、仏門に入る。村ンの死について学んだが、般若心業を唱えた時、六根の釈儀について問い詰めるなど頭角を表したので、古代山の構想である御英霊、木のもとへ使わされ、21歳の時受解した。後南戦不願にも訓導を受け、遺産霊友にも指示。最後に曇岩曇り、明雄氏しと青いだが、 人天眼目によればこの時、三種神道などの神髄を送電した。武装による解消の廃物が起きたが、大化なくやり過ごした。晩年に修道山を開いて、全門の一員を創設。ここで、宝鏡三米を作した。門徒は500から1000人に達したという。道山が提唱した形の語彙は、聖弁語彙と称される。その思考を知る資料。 銅山五六がある。南洋絵中の説いた無常説法を追い求める過程で川に移った自分の姿を見て大悟を得たとされ銅山上図として前後の課題となっている。ありがとうございます。